素敵なお店の美味しい時間、まずはシェフのセンスが光るイタリアンから。ご紹介するのは島田駅からほど近いところにあるイル・ドゥリット。ガラス張りの外観、店内は落ち着いた大人の空間です。今まで島田市になかったようなお店ができたらいいなっていうのはすごく思いとしてありまして、自分が東京やイタリアで勉強してきたこと、自分の感性を合わせた料理を作っていければいいなと思っております。メニューはコース料理のみ。今回は5500円のコースをご紹介しましょう。前菜はホワイトアスパラと光を遮って栽培したタンポポの葉のソテー。ホワイトアスパラの自然な甘みですね、それとピサンリに関しては春の野菜らしく苦みのある野菜なので、合わせて召し上がっていただければなと思っております。卵とチーズを絡めて春の野菜の風味を感じてみてください。続いては今が旬のホタルイカとタケノコを使ったパスタ。イカ墨を練り込んだ手打ちのパスタになります。ホタルイカとタケノコを入れて炒めます。でその時に肝を溶かすように炒めております。イタリアのガルムという魚醤を使ってます。それが味のポイントになると思います。仕上げにすりおろしたカラスミを合わせて完成。タケノコの食感とホタルイカの旨味、さらに歯ごたえのあるパスタと味わいどころ満載の一皿です。旬のマスを使った料理です。見た目にもインパクトのあって華やかさのあるお料理に仕上がっております。というのが桜マスの身をレアな状態に揚げたレアフリット。自家製の香草醤をしまして、こちらは香草パン粉に竹炭のパウダーを合わせて色を黒くしてあります。その後190度の高温の油で15秒から20秒程度揚げてレアに仕上げてます。桜マスの油のとろけるような食感、トマトとバジルのソースがさらにその旨味を引き立てる絶品の魚料理です。今回の肉料理は桜の香りをまとわせた鴨肉のロースト。鴨肉は弱火でじっくり皮面から油を出し切るようにカリッと香ばしく焼き上げてます。で身の方は逆に油を回しかけて身が固くならないように気をつけてます。フライパンで焼いた後に桜の葉の塩漬けをつけてオーブンに数分入れます。その後また保温しながらオーブンに入れたりを繰り返して時間をかけて丁寧に火を入れてます。そうしてピンク色に仕上がった鴨肉はしっとりジューシー、ほんのり香る桜の香りとともに上品で旨味豊かなローストに仕上がっています。イタリアンをベースに旬の素材を生かしたコースが楽しめるイル・ドゥリット、前日までの予約制です。